マンデージャポン。どうも、爆笑問題の元放送作家、安五千です。伊藤です。毎週月曜17時54分アップのマンデージャポン、はい、この番組は、前日日曜日のサンデージャポンの振り返りと掘り下げ、はい、そして、いよいよ昨日から、はい、裏のワイドナショーに、はい、松本さんが復帰しましたので、はいはい、こちら太田光さんと松本人志さんの、はい、意見の比較、はい、なんかも、お届けしたいと、はい、さらに、もう一本は爆笑問題ニュースですね。そうですね。Google で、検索しました前の週の爆笑問題ニュースを深くえぐる、はい、ググってえぐる爆笑問題ニュースとして、はい、ググってえぐるね、はい、はい、ググってえぐる爆笑問題ニュースとしてお送りします。はい、まずはサンデージャポンですが、本家サンデージャポンでは、はい、エンディングにその日の振り返りとして、太田さんが発表する、はい、本日のお詫びというコーナーがありますね。はい、ありますね。そこで今日のマンデージャポンでは、はい、先週のお詫び、はい、というコーナーを設けます。そうですか。はい。さすて、お詫びすることがあったんで、コーナーを設けるが、そう、はい、早速、先週のお詫びなんですけれども、はい。私ですね、先週、男子師匠の発言を受けた、はい、太田さんのお父さんの、お母さんに対する発言、これに関して、お後がよろしいようでと、はい、申し上げました。言いました、言いました。はい、はい、これね、男子賞に始まって、うん、始まり、男子賞始まりなんで、うん、まあ、落語に関係あるっていう意味合い、うん、はい、そしてまあ、太田さんのお父さんの言葉が、はい、まあ、綺麗に落ちていたので、はい、はい、お後がよろしいようでで、わざと締めたわけですけれども、はい、後で調べたらですね、うん、こちら使い方が間違っておりました。ほう、正しくは、はい、次の話す人の準備ができた。だから落語の交番の次の人、はい、うんうん、これをお後と、あ、そういう、これがよろしいと、うん、準備ができました。これが正確な意味なんだそうです。そういうことか、はい、はい。ということで、ちょっとお詫びします。はい。はい、そして、先週のお詫びもう一つございます。はい、太田さんの、うん、デビュー当時の、うん、発言権を持ちたい、うんうん、という、まあ、お話でしたけれども、このお話をしたときに、出しました、はい、元アナウンサーの名前、はい、これ、裏口と言ってしまいました。はい、太田さんの名前で、裏口はまずかったなと反省しております。はい、で、昨日の、サンデージャポンからなんですが、はい、昨日は、まあ、もうですね、ロシア、うん、ウクライナ問題に関して、ずっとやりまして、うんうん、先週より長く、はい、46分を費やしておりました、サンデージャパンの方に、はい。で、その中で、うん、太田さんは、うん、まあ、先週から言ってたんですけれども、うん、アメリカが和平のテーブルを用意するしかない、はい、というふうに言っております。はい、で、さらには、歴史的なことも鑑みてですね、アメリカよりも、ロシアとウクライナの方が分かり合える民族なんじゃないかだ、はい。も言っておりました。はい。で、これに対して、うん、この同じ、ロシア・ウクライナ侵攻に対して、うん、裏のワイドナショーの松本さんは、はい、クーデターみたいなのも起こる可能性ありますよねと、うん、専門家の方に、うん、言ってたんですね。はい、これね、この2つの発言、はいはい、僕すごく特徴的な意見の対比だなと思ったんですよ。はいはい、と言いますのは、うん、力で、うん、強さで解決しようとする松本か、うん、はあはあはあ、話し合いで、はい、優しさで解決しようとする太田か、あ、はいはい、強さの松本人志か、はい、優しさの太田光か、はい、これね、なかなか見たでしょ、はいはい、こう二人をね、表すのにすごく特徴的だなぁと、あ、私はね、はいはい、思ったんですよ、はい、でね、うん、それとね、うん、シルエットだけ見ると、うん、松本さんって、うん、プーチンにかなり近いと思うんですよね。マッチョで、短髪で、金髪で、はい。それがまあ、実は一番思ったことかな。さあ、続いてのサンデージャポンニュースはですね、はい、売り切れ続出、男性用類セスタに人気の訳とは、はい、ということで、ワコールが、男性用のレースのついたボクサーパンツ、はい、これを開発しましたよというニュースなんですけれども、はい、まあ、女性用と思われがちなね、うん、まあ、レースの下着ですけれども、うん、
これを男性用として出したら、うん、まあ大人気になってますよと、うん、こういうことなんですけれども、はい、これに関してですね、私が、これがですね、うんうん、爆笑問題と知り合ってすぐ、はい、当時結婚前の、太田さんと、はい、光代社長が同棲していた、はい、うんうん、初台の4畳半で、うん、たまたまですね、うん、太田さんの背中に俺の手がまあ触れた時があったんですよ、はいはい、まあ、たまたまね、はいはい、そしたら、うん、肩から肩甲骨にかけて、うん、1、2センチぐらいの幅の線が伸びてたんですよね、うん、肩から肩甲骨に、はい、で俺さ、はい、ブラジャーの太田さんブラジャーしてる？と思ったんですけれども、タイミングを逃して一してですね、その場で聞けなかったんですよ。聞けなかったね。はい。で、まあ、勇気を出して、確認するまでの、数日間、数日後なんで、数日間、ね。数日後は確認したわけだね。で、数日間確認してないわけです。はい、してないです、ね。その間、はい、僕は、太田さんのことを、ブラジャーしてると思ってましたからね。はい。確認した結果、結果どうだったの？実は、うん、まあ、今もそうなんですけれども、うん、太田さんっていうのは、うん、T シャツの下にランニングを着るっていう習慣があるんですよ。あの、はいはい、お腹冷えるのが嫌だとかね、はいはいはい、うん、もうそれはもう癖になってて子供の頃からね、それが当たり前なんで、うん、そのランニングのせいに私が触れてしまったという、はい、あ、それブラジャーじゃないかと、そうそうそう、勘違いしちゃうけどね、そうそう、そういう勘違いといえば、うん、ある時ね、うん、あの太田さんに、ね、あのさ、小僧からさ、うん、聞いたんだけど、うん、堀内くんって、まあ、当時私、堀内くんって呼ばれてましたから、うん、ね、はい、堀内くんってさ、うん、夜中、大きい声出す癖あるって聞かれたことがあったんですね。で、いやいや、それ誤解ですと。はい、あ、もうピンときたので、いやいや、それ誤解ですと。おうおう、田中さんと一緒に寝てて、田中さんのいびきがあまりにもうるさいので、それを止めようとして、大きな声を出してたんです。うん、田中さん、ってやってるのに、はい、うわーとか言うと、うわーとか言うと、止まるんだよ。少しの間。はい、もう、それで、やってたと、一瞬止まるから。そう、田中さんのいびきって本当にうるさくてね、うんうん、隣でいると寝れないんだよ、先に寝られると。そう、何せですよ、うん、田中さん本人が、うん、自分のいびきで起きたことがある、うん、自分のいびきのうるささで起きたことがあるっていうぐらいですからね、うん、でとにかくわーとかってやると、うん、いびきやむんですよ、はい、で俺としてもその隙に眠ろうと、その一瞬の隙に眠ろう、はい、そうっていうのが真実なんだ、はい、だったんです、はい、まあ、ただですね、うん、まあ、確認してもらってこれ良かったんですよ、私も、うん、あの太田さんのブラジャーについて確認して良かったんですよ確認ね、皆さんした方がいいです。確認しないと、誤解が誤解をっていう話になるからね。確認しないと、とにかく、まあ、太田さんは、ブラジャーをしてる人で終わっており、はい、私は夜中に規制を発する変な人で、まあ、終わってたわけですから、ね、なるわけだから、はい、皆さん確認はしっかりしましょうということで。はいはい、さあ、続いては、はい、爆笑問題ニュースの方に移りたいと思います。はい、今回ググってえぐるのは、太田光。はい、ジャニーズジュニアが明かしたジャニーさんの独自ルールに驚きという3月2日のニュースなんですけれども、はい、これはあのテレビ朝日のまさかのルールはなぜできたという番組にですね、はい、ジャニーズジュニアのセブンメン侍というですね、はい、グループの方が出演して、はい、ジャニーさんについて話しましたよというニュースなんですけれども、はい、先々週ですかね、はい、ヨシキと日本テレビが、はい、まあ、組みまして、うん、世界で勝負する、うん、ボーイズグループを作るっていう企画がですね、はい、発表されたんですけれども、確実に時代は変わりましたよね。そうだね。まあ、今皆さん意味わかりますかね、はい、一昔前はですね、うん、これできなかったんです、うん、ボーイズグループっていうのが、はい、はい、しかも日テレがですよ、はい、はい、でね、うん、でこのそのベルリンの壁を壊したのって、うん、俺は爆笑問題だと思ってるんです、はい、
はい、ベルリンの壁壊れて、はい、でもうザタザタという状態なわけですよ今ね、はいはい、でこのベルリンの壁壊したのは俺は爆笑問題と思っていると、はい、どういうことかと言いますとですね、ちょっとだいぶ前を振り返るんですけれども、はい、まあスマップが大人気で、はい、ところがメンバーの誰かが、うん、時々こうたまにですけれども、うん、まあ不祥事を起こしたりとかありましたよね、はい、はい、ございました。でそうなるとですね、その直後のビストロスマップって、うん、必ずと言っていいほど爆笑問題なんですよ。まあ、これね、はい、不祥事をうまく笑いに変えてくれる、はいはい、洗い流してくれるっていうね、はい、そういうのも絶対あったと思うんですよ。はいはいはい、ね、そうやってジャニーズと良好な関係を築きながら、うん、かたや、はい、TBS の、はい、爆放ザフライデー、はい、こっちでは、うんうん、その頃テレビの仕事が全くなかった、うん、田原俊子、トシちゃんを使うというね。はい。ありましたね。うん。うん。まあもちろん計画したのはスタッフなんでしょうけれども、ただ、ノンジャニーズの方までこなしてしまうというですね、爆笑問題は。はい。で、それをやったからといって、もともとのジャニーズの関係も崩れない。はい。というですね、はい、もう奇跡の立ち位置を、もう実践しちゃってたんですね。はい。で、その後、スマップが開催した後も、はい、太田さんはキムタクとメールともで、はいはい、交友があって番組も行ったり来たりしてとか、はい、でいながら、いい新しい地図の3人が、うんうん、72時間テレビをやるって言って、はい、まあ、スタッフが爆笑問題に打診、オファーをかけたわけですけれども、いい即 OK が、はい、いの一番に爆笑問題が OK したという歴史までありましてですね、うん、で、あと、新しい地図のオムニバス映画の監督までやった。はい、そしたらその後、今度、その後なのに、うん、ジャニーさんが直々にジャニーズの舞台に爆笑問題を招待してご接待をしたというですね、もう本当にですね、はい、とにかくもう奇跡のバランスの、そうだね、そう、もちろんだから僕その入り口作ったベルリンの壁壊したのは僕間違いなく爆笑問題だと思うんですよ、はいはい、で、まあ言ってみればね、うん、その奇跡のバランスっていうのは、うん、綱渡りの綱の上で、スケボーを滑らせて、ですよ、はいはい。で、綱の上で、ビッグスピンフロントサイドボードスライドを決めたみたいなね。ちょっとそれは俺はわかんないけど、まあいいや。大技だ、ね。大技。はい。はい。はい。それぐらいのバランスの持ち主であり、はい、そして今の、うん、まあ日テレまでボーイズグループを作るという、ええ、これは健全な競争社会ですよ、はい、健全な競争社会を実現させた、はい、取っかかりを作った、日本芸能界の、まあ、さっきから言ってますベルリンの壁を壊したの、うん、壊し始めたのが、うん、もう爆笑問題であると、うん、それももう力ずくでね、ハンマーで壊したんじゃないんですよ、はい、まるでね、ベルリンの壁の上を、うん、今度はスノーボードで、うん、東ドイツからスーッとやってきて、あ、はいはい、トリプルコーク1440を決めた。で、西ドイツに、大技だな、そう。大技、すごい。技を決めて、そう。もうスラーッとね、しかもスラーッと言って、西ドイツにチャンパーンと軽やかに着地したと。はい。そういうことを成り遂げたんじゃないかと。はいはい、スケボーとスノボーね、両方これ、去年、今年の金メダリストの決め技ですから、すごいぞっていうことを言いたかったんですけど、ね、まあ、多分かなり伝わりづらくなったと思うんですけれども。はい、ということで、以上、安子線でした。伊藤でした。ところで、山口萌えは眠れんのかな？